久しぶりのお外です四日ぶり四休んだのが木、金、土そして今日日曜日休みすぎたこんにちは、スプライトライダーです、えー、風邪ひきライダーで えー、この前動画撮りましたけどあれから4日ほど経ってですね熱は下がりましたがこの通りえラゴえでやっております、まあ、やっておりますけれどもねちょっとちゃちゃっといいかげ組みつけてえ、ね、早く また R1 ちゃんに乗ってまたいろんなところに連れてってもらおうと思いますこのワンちゃんにねというわけで今回は取り付け動画をこの前の、えー、とスマートフォンホルダーとアルミマウントバーの取り付けをしていこうと思いますで今 両手が塞がらないようにヘッドストラップをつけて、えー、取り付け動画をしていこうと思うんですけどちょっとねあのあんまりガラガラで声が出せないんであの外部マイクを今つなげてますで多分この外部マイクが結構横につくんで配線がねこっち側にこう垂れてくるともしかすると画面上に映るかもしれないんでもし映ってたら。 すいません。ちょっと、一応、服の中通して、えっ、ー、と目、背中の方に配線回して、えっ、ー、と、映さないようにっていう工夫はしてみたんですけど、それでも映ったときは、まあ、すいませんという形です。はいというわけで、ちょっとやっていこうと思いますよ。<laughs> じゃあまずはですねアルミマウントバーを取り付けていこうと思いますえー、部品の方パーツの組み立ての方はね本当に簡単なんであやっちまったよーぶねあぶねあぶねえよ全く簡単なんで <laughs> 危なく傷つけることこだった <laughs> とまあえっ、ー、と組み付けの方は簡単ですねこういう状態になってるんでこれを通していくだけですねこれもこっち側に、ね、でこのパーツは一つ注意がありましてえっ、ー、と 片側が普通にこう穴が開いてるんですけどもう片側が溝が掘られて溝っていうかねなんかこう狭まってるんですよね穴が。なんで、えっと、こっちの穴が深い方を上にして、えー、穴が狭い方を下にしてでこの山になってるボール山になってるパーツを、えー、山の方上の方からこう回していく感じですね。そうすると えーとこのこの取り付けここにこう入るんですけどねこういうふうに入るんですけどやめて入る時に入って閉めた時に要はここのパーツがこう2つに分かれてて真ん中で輪ゴムみたいなやつで止まってるんですよねだから要はこの閉まっていくとこの。 開いていてくんですよねだんだん開いてきて、まあ、それでこう閉めるような感じになっているんだと僕は思いますはいという感じでとりあえずね取り付けていきますよいしょこれねあれ付いてないですよね六角レンチもね付属してませんでした 持っていないとつけられないですねほうえっ、ー、とね今回は4 3 2 4ミリ今回四4ミリの六角を使って締めていきますいくらいかな ああよいしょダメだ力が入らないよいしょうん意外と簡単に閉まるなはいまっすぐ <回>る <laughs> これい大丈夫すっげえ緩いんですけど <laughs> 締めは硬いけど緩いんですけどまあ大丈夫でしょうよいしょはい締まりました次はスマートフォンホルダーの,のマウントを つけていきますいや本当にね4日も休んだらまずいっすよねいくら土日挟んでるっていう言っても会社を黙 <laughs> 金ってすいませんっつってもね頼み込んで休ませてもらったんですけど正直ね土曜日土曜日も俺仕事なんで。 正確には3日休んでることにいやでも土曜日は休日出勤扱いなんで実際はねそんな休んだってまあでもねこれが大人の事情ってやつですよね大人って本当大変ですよでもうほにね具合悪くて今回はダメでしたねとまあはいこういうふうに つけたら、はい、閉めていきます。本当にね本当だったらねこんな休むんだったらもうどっかバイクでもう4日でしょ下手すり北海道ツーリングとか行けちゃいそうですよね <laughs> なかなかねしかもちょうどこの忙しい時に。 休んでしまって僕の居場所はあるのだろうかという、えー、不安が多々ありますけど、はい、とまあ、はい、取り付けて取り付け終わりました終わったら <laughs> スマホホルダーを取り付けていきます ああ、逆だったっはい完成ですおいい感じですねはいで僕使っているのは iPhone5 ですいま <laughs> だに iPhone5 です もう携帯の方はもう2年以上使ってるんでバッテリーはもうねすぐなくなるんですよ。でなくなってたんですけどこの前アマゾンでバッテリーだけ買って自分で交換したんですよ交換したらあのこのサイドについてるサイドについてるこのプラスマイナスの音量が聞かなくなっちゃったっていうちょっと悲しい結末をまあ他は使えるんですけどね ちょっと悲しい感じになってしまいましたがとりあえずバッテリー交換したらかなりバッテリーの持ちは良くなりましたやっぱりねバッテリー交換しちゃうと自分でしちゃうとね何でしょう,う修理の対象外になるのはちょっと痛いですよね <laughs> まあ次の携帯を買うまではこいつで やっていきますよはい一応 iPhone5 で、えー、スポンジ、えー、スペース厚みを出すための、えー、ス,スポンジは3つ全部入れてぴったりな感じですはい Google を開くとこういう感じですねなるほど うん、まあ、スピードメーターはこっちなんでね、みんなやってるように、スピードメーター隠してっていうのは、やっぱりできないですね。<laughs> で、横にするとこういう感じ。あ、いいですね。とても見やすい。<laughs> えー、これでバイクライフが、また楽しくなっていきますね。 はい、というわけで今回はインターフォンスマートフォンホルダーセルラーのセルラーのインターフォンスマートフォンホルダーとアルミマウントバーセパハイオーの取り付け紹介でした。